教神寺とは、天台宗の寺院である。三号は、念仏山である。晩秋役指令場の八番札所である。我が町加古川六十千のナンバーワン級に選ばれている。教神寺は、商名念仏の創始者である教神によって回帰された。教神は、幸福寺の僧であったが、奈良の貴族仏教に満足できず、各地を放浪し、 現在の加古川市の口町にあった加古駅下の北辺に、家を建て、ここを永住の地とした。阿弥陀仏の商名に明け暮れるとともに、西国街道の旅人の荷物運び、農耕の手伝い、駅が、池の造成などいった。強神の入学後、遺言により泣き殻はのに置かれた。体は長寿に食われていたが、首から上は無傷の状態であった。 その説話を今に伝えるよう共振の闘像である、三味教共振承認闘像が作成され、解散道の本尊とされている。室町時代には、道う十三、僧帽四十八を数える大伽藍になっていったが、戦国時代、毛利勢と橋場秀吉勢との激戦の地となった。1578年春に陛下により全勝し、1642年、 現在の寺寮の姿にまで復興した。幕末期に再び本堂を消失したが、1880年初者山炎行寺の念仏道場を移築し、現本堂とした。中世から江戸幕末まで浄土州西山前林寺派であったが、明治初期の文明開化による廃仏希釈や廃藩置県の政策で衰退した仏教寺院から復興するご縁で、東山は天台宗に改修した。 共信の家族を守り家族と共に、過去の里に生きた念仏者としての生活は、平安時代の王女を院などに記述され、鎌倉時代の念仏の僧である親鸞や一辺などの生活や信仰に大きな影響を与えたと言われる。改め横島省には、親鸞の常のご事故とは、我は過去の共信者民の定めなりと親しく述べられた、との記述が残され今も、 新州信者の参拝が絶えない。また、シャミとの呼びかけも、僧の地位の低さを表すのではなく、非僧非族としての念仏僧侶の新たな生き方を、標榜する言葉として受け止められている。また、国宝、一辺承人絵巻には念仏三昧の一辺が、図印と共に、共神の墓に親しくお参りしたことが描かれて名高い。頭だけ残る、本尊商人造教信寺。 ありがとうございます。